オッケー。OK はい。です。皆さん、こんにちは。手作り石鹸サボンデシエスタの月柴彩子です。今日も12月13日、インスタライブを配信させていただきます。イェーイ。今日は、お店とオンラインショップから、今日から始まる、ちょっと新しい企画展があるので、今日は店内ツアーと、それから、アイテムを一つずつご紹介をしていきたいなと思います。で、今回の企画展が、ギフトフォーユアセルフ、自ら満たし、自ら愛でるという、企画展になっているんですけれども、ね、忙しい毎日の中で、こう、自分のことをちょっと大切にする、そんな時間を取り戻すのにお役立ていただけるようなアイテムをたくさん揃えましたので、ぜひね、皆さんに1年最後の企画展になるので、ゆっくり、自分を大切にする時間を、取り戻すためのアイテムとして選んでいただけたら嬉しいなと思います。で、今回はアイテムがすごく多いので、インスタライブを2回に分けて、ご紹介をさせていただこうと思います。で、前半が、オラクルカードとか、それから引用語行を使ったアロマ、そして、メイクアップコスメですね。そちらをご紹介をさせていただいて、で、後半の方では、カシミヤとかウールのマフラーだったり、ストゥールだったり、あと、それからボアを使ったスリッパ、なんかそんなちょっとあったかい小物を、ご紹介する2部構成で、お届けをしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。ではではね、まず最初ですね。まずがこれですね。今回、オラクルカードというものを、ご紹介をさせていただきたいと思います。で、オラクルカードって何かっていうと、中にね、その商品によって枚数、入ってる枚数が違うんですけど、これは中に22枚カードが入っているんですね。こんな感じで写真とかめっちゃ綺麗なんですよ。イラストのカードが22枚入っていて、で、そこにこういうふうに、こう、キーワードが全部書いてあります。で、こういうふうにカードをね、切っていただいて、で、それで、その日気になるカードを、これ、みたいな感じで選ぶんですね。で、そうすると、ディープブレス。っていう風に書いてあるんですけど、深呼吸です。で、中に一緒にこういう紙が入っていて、例えば私の今のディープブレスだと、ここですね。あなたのために深い呼吸を、いらないものは出し切ってっていうメッセージが書いてあるんですね。で、これは、本当に感じ方はその方自由なので、例えば私だと、今、実は、この展示をね、準備するので、めちゃめちゃ忙しかったんです。で、昨日も夜遅くまでウェブページのちょっと制作なんかをしていて、はぁーと思いながら、すごい楽しみなんだけど、はぁーと思いながら、こう、今会社に来て、で、ディープブレスというカードを見て、あ、深呼吸だよね。そう、深呼吸して、心を落ち着かせて、で、お店のオープンに備えたいな、なんていうふうに、こう、思ったりとかします。で、その時に自分に必要なメッセージがこういうふうに現れるっていうのが、このオラクルカードになるので、引くタイミングもね、皆さんいつでも大丈夫で、私は結構朝、なんか今日ちょっともやもやするなとか、そういう時になんかこうキーワードが欲しいなっていう時なんかに引くんですけれども、お好きなタイミングでね、こう引いていただくっていうカードになります。で、面白くって、人間って脳科学的に、その時のキーワードを一生懸命探そうとする性質があるんですよ。例えば、赤い車が欲しいなと思ったら、結構みんな赤い車街中で見ると思うんです。で、あと私は子供がね、自分の子供が生まれた時、世の中に子供がこんなにいるんだっていうのに気づいたんです。それまでだって、多分こう意識してなかったんだろうね。で、そんな風に、こう意識すると、いろんなヒントとかに出会うことがあるので、例えばディープブレスだったら、こう深い呼吸をするためのものを、ちょっとその日探したりとか、あと自然の中に行った時に、大通公園歩いた時に、あ、ちょっとゆっくり歩いて深呼吸してみようかなとか、このキーワードがあるだけで、その後の過ごし方とかが変わってくるので、ぜひね、そんな感じで使っていただけたら嬉しいなと思います。で、
ね、皆さんちょっと見ていただきたいんですけど、このカードは写真とね、イラストで構成されているんですけれども、本当にどれも素敵な写真とイラストになるんですね。で、実はこれを作ってらっしゃるのがどなたかっていうと、イラストレーターの平沢真理子さんと、あと砂原彩さんが作られているカードです。で、お二人がコロナ禍だった時に企画、展示会ね、個展とかが全く開催できなくって、で、その時に個展の代わりにお届けできるものがないかなって言って作ったのがこのオラクルカードになります。で、最初は展示限定で販売してたんですけど、本当に一瞬で完売して、で、その後、再販のお声が本当に多いアイテムだったんですね。で、私自身も最初の個展の時には買えなくて、再販のお問い合わせをしました。また販売しないんでしょうかって言って。で、それで再販をされるタイミングがあった時に、自分でも買って、もう本当に愛用させていただいています。で、絵がすごく綺麗なので、引いたカードをこうやって1枚、飾ってね、置いておくのもすごくいいかなと思います。で、平沢さんとかね、砂原さん、皆さん実は多分一回はね、どこかで平沢さんの絵とかも見たことがあると思うんですけど、イラストレーターの平沢さんは、本とか、それから広告とか、いろんなところで活躍されていて、人の絵がすごい印象的ですね。こんな感じで。ちょっとお花がツンととんがったね、人の人物の絵を描いたりとかされている方なんですね。最近だと小川糸さんの小説ミトンで挿絵をされていたりとか、あと最近は版画で作品作られて、リーとコラボして素敵なシルクのスカーフ今作ったりもされている本当に素敵なイラストレーターの方です。で、砂原彩さんは、写真家で、例えばこの本の写真を結構撮られてるんですけど、これギャラリーフェブっていう吉祥寺の素敵なギャラリーのオーナーさんが出されてる本なんですが、このね、写真とかが全部砂原さんが撮影をされています。あと、シエスタがご紹介いただいた暮らしのおへその、写真も迷子担当されていて、なんか、砂原さんの撮る写真は、こう人の顔とかがすごくいいんですよね。あ、素敵な笑顔だなって思うと、砂原さんが撮影されていることが多いんですね。で、あと、砂原さんはこういうふうに本の写真とかも撮るのとはもう一つ別にライフワークで光を写真を撮られていて、で、それがこう、海の写真だったりとか、あとは、私は砂原さんの撮るハワイの海の写真がすごい好きなんですけど、うん、こう光をね感じさせるこう写真の撮影をされている方になります。で、このオラクルカードはこれ本当にぜひ皆さんにご紹介したいと思って、もう販売されていないものなんですけど、今回の企画展に合わせて100部限定で再制作していただいたスペシャルアイテムで、本当シエスタでしか今お買い求めいただけないものなので、ぜひこの機会にね、お選びいただけたら嬉しいなと思います。で、箱もここに、Bless you all card っていう、メッセージと、あと金の箔が入ってるので、すごく置いててもね、とても綺麗なアイテムになります。はい。まず一つ目がオラクルカードですね。で、二つ目がこちらですね。これ、陰陽五行を使った、香りのアイテムになるんですけれども、皆さん、陰陽五行って知ってるかな？ねえ、ちょっと説明しようかな。これ、中国のね、古代で生まれた、哲学の一つになるんですけれども、こう、自然の中に存在するものは、すべて、この、木、火、土、金、水のタイプに分けられるっていうものになります。ね、例えば時間とかもそうだし、人生の中もそうだし、季節もそうだし、で、同じように私たち自身も自然の中の一部だから、自分たちの生年月日でこれが分けられるっていうものになります。西洋で言うと、星占いあるじゃないですか。生年月日で、星座があるように、中国ではこういう陰陽五行、があるんですね。
で、それで、この、それぞれの5行ごとに性質が分かれているんですけれども、その5行をこうサポートするような香り、成分が入っているのが、今回紹介するこの陰陽5行のアロマになります。面白いでし面ょ？やってみたいでしょ？ 白で、お店は、在店ご来店いただいたときに、この QR コードを読み込んでいただくと、すぐに、こう、陰陽五行が調べられるようになっています。で、ちなみに私はね、ゴン、このメタルですね。ゴンの、タイプだったんですね。じゃあ、ちょっと私の例に、ね、説明したいなと思うんですけど、ゴンのタイプの人って、どういう人なの？っていう感じなお話になるんですけれども、ゴンのタイプの人っていうのは、例えば性格は、まあ、いいところから話そうかな。現状に満足せず変革をしていくことが得意とか、白黒はっきりするとか、頭の回転や切り替えが早いとか、そういう、性格を持っている方が多いっていうふうに言われています。でも、その分、疲れや感情も溜め込みやすい。もうわかる？ 山崎さん。わかる。わ かる？そんな、深呼吸、深呼そう、吸。深呼吸が必要なタイプなんですよ。ね、そんな溜め込みやすいタイプなんですね。で、あとは、例えば季節、ちょっと苦手な季節とか、体調を崩しやすい季節だと、秋が、そういう崩しやすい季節って言われていて、まさに私、こう、季節の変わり目、ぐっと冷え込む時には、すごく体調を崩すので、それで温活をやったりとか、ね、そういうことをやっているんですけれども、そんな体質を持つんですね。で、そんな、ゴンのタイプの人が、体調を崩しやすい時っていうのはどういう時かっていうと、今お話しした秋だったりとか、あと気持ちだと寂しさを感じると、それがすごくストレスになって、で、気持ちを崩、あの、体調を崩しやすいっていうふうに言われています。なので、このゴン、これですね。この中には、3つのね、自然のエッセンスが入ってるんですけど、アロマと、それかホメオパシーとフラワーエッセンスが入っていて、それが、こう、寂しい気持ちを、こう、整えてくれたりとか、あと、デトックス、溜め込みやすいからね、いろんなものをデトックスとか、毒出ししやすいような、成分が中に入っているっていうものになります。で、実際に使い方は、こういうロールオンアロマになっているので、こういうふうに、こう、使うのもいつでもいいのね。で、こういうふうにつけていただいたりとか、あとこういう首、それから、あとおすすめはね、こめかみ。そうそうそう。で、あとお風呂上がりにお腹につけてもらったり、そうなのよ。お腹につけてもらったりとか、あと足につけてもらったり、で、あとは面白いところだと、こう、頭頂部。ここ。そう、もう本当に、忙しくて、ってなってる時なんかにはこういう頭頂部につけていただいたりとか、そういうふうにすることですごく、お守りのように使っていただけるオイルになります。で、ここのローラーがすごく回転がいいので、使っててね、めちゃめちゃ気持ちがいいんですね。で、ベースがアーモンドオイルが入っているので、本当肌が弱い方とかも安心して使っていただけるアイテムになっています。で、あともう一つね、ちょっと面白いのが、例えば、私、今、ゴンだって言ったじゃないですか。で、陰陽五行って、ちょっとこの丸とか、この星のマーク気になりません？はい。で、これが、陰陽五行の五なんですね。で、行っていうのは、実はこの動きのことを行って言うんだけれども、例えば、この外側は、例えば、水の人にとって、金の人は、お母さんみたいな存在。で、水の人にと、あ、じゃ、火の人にとって、水の人は、この線ね、は、お父さんみたいに、こう、厳しいんだけど、導いてくれる存在ですよっていう存在になってます。なので、例えば、ご家族のね、この陰陽五行、五行を調べて、どんな関係なのかなっていうのを調べるのも面白いと思います。で、ちなみにね、私とお店スタッフ、山崎さんと吉田さんで調べたんですよ。で、そしたら、私がこれ、ゴンね。で、山崎さんは、これ、それド。です。ね。で、吉田さんは、カだったんです。っていうことは、どういうことかっていうと、吉田さんは、山崎さんのお母さん的であり、
私のお父さん的存在なんですよ。で、これをね、で、山崎さんは私にとってお母さん的存在。私、一番下、みたいな感じなんだけど、ちょっとそれをね、調べたときに、三人で笑っちゃって、まさにって思ったんですよね。本当に、なんかその通りだなと思って、吉田さんいつもありがとうって、私と山崎さんは思いました。で、あとはね、家族でもやったんだけど、私ゴンでしょ？うちの子、スイなんですよ。だから、ああ、なんかわかるわかると思って、で、うちの夫、カナのね。だから、ああ、もうそうなんだよ。もういつもこの 厳しさと共に導かれております。感謝感謝っていうふうに思いました。なので、そんな感じでね、こう、ご家族とか大切な人との関係を見たりとかして、で、例えば、私だったら、ああ、そうか、じゃあ娘、スイだから、これ娘に買ってあげようかな、とか、なんかそんな風に、自分のものも選ぶ方もいらっしゃいますし、こうちょっと大切な人向けに選ぶっていう方もいらっしゃって、面白いアイテムになってます。あ、でも今私、つけたでしょ？すんごいいい香り。なんかね、肩の力が、はーって抜ける感じの、本当にいい香りなので、テスターもね、ご用意してるので、ぜひね、皆さんね、つけてみてください。で、あともう一つ同じアロマパシーさんから来ているのが、エナジースプレーですね。で、これも、先ほどお話ししたアロマとホメオパシーとフラワーエッセンスの3つが配合されているタイプで、で、それぞれ、かわいいよね、サンとムーンっていう名前がついているんですけれども、サンの方は朝とか、ちょっと、やる気を出したいなとか、そういう時におすすめなライムとかがブレンドされている爽やかな香りですね。で、こうシュッて、こっちが、こういうふうかな？シュッてこういうふうにして、こう香りをこう楽しんでいただける、場を整える時に使っていただくのにおすすめなスプレーになります。で、ムーンの方は、ゆったり過ごしたいとき、ラベンダーとかが入ってるので、ゆったり過ごしたいときとか、夜とかに使っていただくのにおすすめなスプレーになります。で、これ今すごい人気なアイテムらしくて、北海道だと今回初めてのご紹介になるんだけど、東京のコスメキッチンさんとかでも販売されてるんですけど、もうすっごい大人気で、今回ちょっと無理お願いして送っていただいたので、ぜひ香りもね、試していただきたいなと思います。で、これすごいのが、すごい細かい霧状で出るので、お部屋でやっても、なんかこう、例えばリネンについた時もびしょびしょにならなくて、すごい使いやすいです。で、アルコールも70%以上入ってるので、実はこんな感じで、ハンドスプレーとして使って、いい香り。ね、使っていただいても大丈夫なアイテムになっています。はい。で、あとは、ちょっと DM にはご紹介していなかったんですけど、東京香道さんお香も、ぜひ一緒にご紹介したいなと思ってご用意をさせていただいています。で、私が後でお店オープンした香りのサンプルも置いとこうと思うんですけど、このね、朝の香りがめちゃよくって、中開けるとすごい綺麗な黒い、お香になってるんですね。で、何が入ってるかっていうと、こう、朝の、タイマーを、タイマーって言うとちょっと怪しい感じかもしれないけど、怪しくないからね、みんな。こう、タイマーって、こう、繊維が取れるので、神主さんとかのお洋服は全部そのタイマーをベースにした麻からこう作られているんですけれども、そちらの、いぶした炭みたいなのが入ってるんですよね。なので黒いお香なんだけど、すごく香りがとってもよくって、本当に朝、一番に使っていただくお香とかにはすごくおすすめなタイプです。で、その他にも、季節にね、合わせたね、お香とかね、いっぱい並んでるので、ぜひこれもね、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。ではでは、次に行きましょう。で、次が、こちら。メイクです。で、お客様から本当にお問い合わせが多くて、こう、シエスタのスキンケアを使って肌が綺麗になって、で、その後本当に、あやこさんは化粧品何使ってるんですかって、お問い合わせを本当によくいただくんです。ね。で、それで、今回はちょっとメイクアップもご紹介をしたいなと思って、ご用意をさせていただきました。
で、詳しくは明日ね、ルアモさんと一緒にインスタライブさせていただこうと思っているんですけれども、すっごいいいの。ルアモさんのメイクは。で、シエスタのお客様だったら、これね、使ってくださってる方すごい多いんじゃないかなと思うんですが、日焼け止めを作ってらっしゃる、ブランドなんですけれども、全部オーガニックにこだわった、コスメを作っていて、何がいいかっていうと、全部石鹸で落ちるんです。で、これね、例えばファンデーションとかもあるんですけど、リキッドタイプのね、ファンデーションで、これね、すごい伸びがいいんですよ。で、ちょっとですごい伸びて、で、肌にね、こう、ツヤ感を、こう、プラスしてくれる、ファンデーション。今、もっと本当は伸ばして使うといい感じなんですけど、すごいツヤ感をプラスしてくれるファンデーションなんです。でも、肌に悪いものが一切入ってないから、使いながらスキンケアがもうできちゃう。っていうようなファンデーションだったり、あとお粉ですね。で、粉も、こうファンデーションの後につけていただくのと、あと UV カットもできるようになっているので、今日はお出かけしないわーっていう人かだったらファンデーションかぶいて、ルアモさんのこれつけて、UV つけた後にお粉だけで仕上げるっていうのでも大丈夫なタイプになります。これもね、すごいサラッとして使いやすいですね。で、あとは、メイクアップの、アイシャドウとか、アイシャドウとチークですね。で、全部今回テスターもご用意いただいているので、香りもね、あ、香りじゃない、色もね、実際こんな感じで、手につけてね、いただきながら試していただくといいかなって思うんですが、これもコーンスターチをベースにしているので、すごく肌に負担がなくって、もう石鹸でさらっと落とせるタイプになります。で、ルアモさんは、ま、このベース自体もいいんだけど、結構こう考え方が私は好きで、これアイシャドウとかチークを入れるパレットになるんですね。これ私の自分のものなんですけど、実はこれ、ここがこんな感じでマグネットになっているので、自分の好きなものをこういう感じで落ちないです。で、組み合わせて使うことができるんですね。で、これは私が普段使っているものなんだけど、私は目元はこのマルチハイライターで、全体を明るくして、で、まぶたのところに、これが、シャインオレンジですね。をつけて、目の際に、こちらのショコラブラウンで締める、色をプラスするっていう感じで使ってるんだけど、アイシャドウを使う方だとわかるんだけど、減る色と減らない色があるんですよ。で、大体こういう色はすぐなくなって、こういう色はなくならない。で、そうすると、もう、これがあるんだけど、他の色がなくなっちゃうから、もう仕方がない。さようならするかって言って、今までね、こう、ちょっと罪悪感を持ちながら捨ててたんです。だけど、これは、この、レフィルなので、これがなくなったらまたこれだけ買うことができるんですよね。で、それでこの、ケースも、天然の無垢材を使っているので、すごく環境にも優しいものになってます。で、最初、こういうプラスチックのものが多い中、こういう木のものってどうなんだろう、重いんじゃないとかって思ってたんですね。で、実際重さは全然ないです。マグネットも使ってるけど、そんなに全然気にならないのと、これ木っていうのが毎朝、こうメイクのものをこう取るじゃないですか。で、その時に木だとめっちゃ気持ちがいいの。こんなに違うのかみたいな感じで、すごい、ぬくもりとか、すごい、もう毎日メイクをするのが楽しくなる。そんなね、パレットです。で、どの色がいいのかなっていうふうに迷われた時は、全部こういうチャートね、ご用意させていただいてるので、これをね、見ながら、色選んでいただくといいかなって思っています。これもぜひ試してみていただけたらなと思います。本当にね、めっちゃいいですよ、ルアモさん。ね。で、ルアモさん使った後は、ほんとシエスタのスキンケア、石鹸で全部落とせるので、クレンジングを使わなくていいので、もう肌負担が本当になくなって、このルアモさん使うようになってから、というかクレンジングを使うのをやめてから、私はもう本当に肌の調子が良くなったので、ぜひ今回皆さんに試してみていただきたいなって思ってます。で、石鹸で落として、で、シュクレをして、化粧水をつけて、オイルをつければ、もう本当に常に肌が綺麗。みたいな感じのアイテムになります。はーい。
やっぱり結構話しました。熱く。ね、ちょっと長くなっちゃうので、今回2部構成にさせていただこうと思います。はい。こちらの、企画展は今日から、クリスマスまでですね、12月24日まで開催をさせていただいておりますので、ぜひ皆さんお立ち寄りください。そして今日はね、実は新月なんですよ。そう、新月。そう。始めるとき。だから、ちょっと、新しいものとか、今まで使ったことがなかったものとか、こう、自分を変えたいなとか、そんな時のスタートに、本当にぴったりで、私はちょっと今回、なんてすごいって、思ったんですけれども、ぜひね、お立ち寄りいただけたら嬉しいなと思います。で、今日ご紹介したアイテム、今のご紹介したアイテムは、全部オンラインショップでも、先ほど11時から販売スタートして、インスタの方だと、プロフィールのリンクから、YouTube の方だと、概要欄にリンクの方を貼らせていただいていますので、ぜひご覧になっていただけたらと思います。はい。では、第1部、ここにて終了。はい。次、第2部、一旦、ライブの方を切らせていただいて、開催したいと思いますので、少々お待ちください。